ようこんちはマサラッコ。見た目でわかるの？時はっこかもしれんやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、それじゃあちょっととりあえずまた時はシティの方に向かいますか。もうなんかここまでさ、シュンって戻ってこれたんならさ、おフレンドリーショップの方どうも。さっきはありがとう。フレンドリーショップは便利な道具屋だからね。ぜひ買い物に来てね。そうだ、見本をあげよう。どうぞ。お、なになになに？モンスターボール？傷薬だった。アイナは傷薬を手に入れた。アイナは傷薬を回復ポケットにしまった。まあ、でも大事。トレーナーと勝負するとき、ポケモンが傷つくことがあるから。そのときは傷薬を使ってあげてね。了解です。モンスターボールでの操作にまだまだ慣れていないぞ。キャー、いっぱい出てくる。そして段差があった。君、ポケモン取ってきた？いや、目と目合ってないけどね。私が話しかけたから。トレーナー同士、目と目が合ったね。僕のお気に入りのポケモンと勝負してよ。あれ、シゲルじゃね？奥におるの。なになに？どの子？短パン小僧のタイチが勝負を仕掛けてきた。これあれなんかな？道端におるトレーナーとかみんな名前も昔と一緒なんかな？かわいい！服超かわいい！よし、行くか。電光石火。いけい。あ、かわいい！もう尻尾というかお尻だけどね。お尻を振るやけどね。クッソかわいい。はい、体当たり行きましょう。なんかモンスターボールがさ、どういう方向なんかがいまいちちょっとわからんくなってくるよね。動かしよるときにさ。いいぞいいぞ。お、またつむみがレベル5。イエーイ、コラッタだけで挑んでくるんだ。強いな君。まあコラッタ、EV にコラッタでね。え、なにモンスターボールくれるん？え、そういう仕組み？やったー。なに、買わなくてもよくない？これ補充されていくわ。あざす。今の僕みたいに道路とか森にいるトレーナーと勝負になることがあるかもよ。うんうん、頑張ります。これさ、なんかさっきまでみたいに、なんか EV が物見つけたらさ、頭の上から飛び降りていくんかな。あ、飛び立ってった。ポッポ飛び立ってった。いなくなることもあるんや。なるほど。あれ、アイナ嬉しそう。トレーナーに勝ったの？すごいじゃん。あ、そうだ。戦ったポケモンは体力とか技のポイントが減ってるから。ポケモンセンターでポケモンを預けて回復してもらうんだ。時間もお金もかからないぞ。どうやって経営しようんやろうね、そう言われたら。戦ったら回復な。忘れちゃダメだぞ。無償の愛なの、上位さんたち。さあ、そして、多分、ロケット団がいなくなってる。いなくなってますよね、やっぱり。謎の草がおる。よう、こんちは、マサラッコ。見た目でわかるの？時はっこかもしれんやん。なぜわかった？どうも、かわいい謎の草ですね。わ、ポケモン乗っけてるのかわいいね。けど、私には重いかも。だから一緒に歩くの。ラリー。そういう鳴き声なの。X ミニに手持ちポケモンからポケモンを選んでボールから出すと一緒に歩くことができるよ。絶対可愛いからやってあげる。あー、コラッと出てきた。可愛い。じゃ、2匹、実質 EV 入れて2匹連れて歩けるわけや。あ、ここポケモンジムやね、きっと。いつ来てもこのポケモンジムは閉まっとる。一体どんな奴がリーダーをしとるんじゃろか。おじいちゃんトレーナー？トレーナーなのかな。まあ、ここのポケモンジムがね、開くのは、まあ、ほぼ最後の方やから。お邪魔します。授業やってるんすか。はい、皆さん、トレーナーに役に立つ情報が読めるのは、そう、この教室では黒板や本ですね。街や道の掲示板も読んでおきましょうね。綺麗な先生、いいね。あ、これちゃんと上に上がれるんや。これ若干上上がっとるよ。段差があった。
これなんか一番後ろの子に話しかけたらなんかもらえるんじゃなかったっけ？違ったっけ？別？ポケモンタイプについて勉強してるのだ。EV のノーマルタイプはあまり弱点がないけど格闘タイプには弱いって。まあ、ノーマルだからね。なんもなかったわ。なんもなかったわ。さあ、とりあえず進んでいきますか。まあ、トキワシティは後にして大丈夫かな。あ、こういうところ絶対アイテム落ちとるやん。はい、落ちてなーい。はい、落ちてなーい。居合斬りで来れるところやのにさ、居合斬り使う必要がないっていう、この感じ。22番道路、いきなり22番まで来ちゃった。大丈夫かな。ん？野生のポケモンがいないぞ。こっちってあれやない？なんか、チャンピオンロードの方向じゃない？え、違う？あ、ちょっと待って、道具。お、モンスターボール5個見つけた。やったー！ってことはさっきのと合わせて10個を補充できたわけやね。イエーイ。お、鬼スズメおる。とりあえず、新しいポケモンはどんどん捕まえていこう。行くぜ、行くぜ。この辺もなんかありそうやけどなぁ。ほらっと、アイナが拾ったモンスターボールを気にしている。あ、戻されるんかなぁ、みたいな。モンス、おぉ、あ、アイナ！あ、こっちの方向でよかったんか、じゃあ。アイナもポケモンリーグ見に行くのか？ポケモントレーナーの中で一番強い四天王と戦える場所。俺もさ、一目だけでも四天王を見たかったけど、ポケモンジムのバッジがないとダメだって通してもらえなかった。まあ、地道に頑張って強くなっていくしかないよな。よし、アイナ、地道に勝負だ。あ、マジか。いきなり勝負来る。結構、なんか、何、勝負のスパン短いけど、さっき戦ってやん。おー、ポッポ捕まえとる。2匹ってことはポッポとピカチュウなんやね。いけ、EV。今ね、別にこう、電気タイプのポケモンがおるとかないけんね。はい、電光、あたいあたりになった。こうなんかね、どうしても、モンスターボールがね、斜めになるんよね。よし。行くぜ、電光石火。レベル3なんかで挑んできてんじゃねえよ。イエーイ。やったね。機械によるポケモンたちもちゃんともらえるのがいいよね。だってこれ、本当に一番最初、初期のポケモンの時ってさ、あれやん。何やった？なんかマシンが必要やったよね。ポケモン入れ替えてみようかな。何がいい？またつぼみとか行ってきます。あ、メス通せやったんや、これ。メス。いけーい。他のポケモンも見たい。そういう感じで戻ってくるんやね。なるほど。はい、まだつぼみ。かわいい。しかし、やっぱりでかく見える。鶴のムチ。全然大丈夫。効果は今一つ。いけ、鶴のムチ。お、いいね、いいね。いいよ、いいよ。成長って何やったっけ？回復？なんかパワーアップ系やっけ。多分両方ともこれ効果今一つとかなんやね。でもこっち今一つとは出てこんのやね。まあ普通。この1回で多分いけると思う。鶴のムチ、イエーイ。あ、あっちのピカチュウの方がレベル高かったのに。マラソンには37経験値、イエーイ。お、ポップがレベル5。いいぞ、いいぞ。新しく風起こしを覚えた。やったね。え、ほんとかよ。ほんとです。さっきより20円増えたかな。アイナが強くなるのに協力できたから、まあ、いっか。いつか一緒にポケモンリーグに行けるように頑張ろうぜ。もちろん、最終目標はそこだね。それじゃあ、ちょっとさっきその辺飛び寄った。あ、ニドランメスじゃない君。なんかコンパン持った。気のせいかな。かわいい。ニドランメス好きなんよね。超かわいくない？よし、来い。構えてからの。はあ、ダメやった。は、あ、あの、なんか、
あれや、ちゃんとなんか丸がさ、丸が小さくなったりとかいろいろしようんや。よし、グレイト、あの丸の中に入ればいいってことかな。何も考えずにただ投げおった。やったね、ニドラメスを捕まえた。イエーイ、イーブイレベル8。私はどんどん強くなっていくよ。マダツムイレベル6。イエーイ、いいね。はい、そしてニドランメスのデータ。ニドランメス、毒針ポケモン。優しい性格で戦いは好まないが、小さな角から毒が出るので要注意。かわいいよ。びっくりした、自分のポケモンだった。そこの鬼スズメや。よし、よしよし、捕まえましょう。野生の鬼スズメが飛び出してきた。最近のポケモンは私いまいちよくわからないけどさ、この頃のポケモンなら全然わかるけんね。グレイト、逆に初期のポケモンはあんまり知らんっていう子多そうな気がする。イエーイ、やったー、楽しいな。自分で投げて捕まえるの超楽しいんだけど。あ、もうこれ手持ちから外す感じかな。ポッポレベル6。誰かのパソコンに送られていくかな。はい、鬼スズメ、小鳥ポケモン。高く飛ぶのは苦手。縄張りを守るために猛スピードで飛び回っている。小鳥って感じじゃないんやけどね、なんか超どう猛そうやし。あれ、結局どうなったんやろ。送られてったんかな。ポケモントレーナーの頂点、ポケモンリーグ、正面ゲート。え、なんかさ、左下にある何あれ、ジョイコンのやつめっちゃ可愛いんやけど。イーブイがなんかジョイコン持って振り寄る、何あれ、超可愛い。まあ、きっと通してはもらえないんだろうけれど。どうも、ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。あなたはまだグレーバッジを持ってませんね。決まりですから、通すわけにはいきません。真面目だね。まあね、まだ冒険出たばっかりのペーペーがそんなとこに行きよったら止められるよ、そりゃ。んーと、あ、こっからもしかして出れない。全くもって出れなかった。あれ、 EV のマークが消えとる。あれ、何かしらの印やったんかな。おう、君は野生か。なんかさ、自分でポケモンをこう連れ歩きよったら、野生なんだか自分のポケモンなんだか全くわからんくなってくるよね。よしよし、レベルがどんどん上がっていくぜ。ポケモンボックス？え、パソコンじゃないの？バッグの中にしまわれていってるの？マジで？え、こっちじゃないんや。ちょ、待って、どこや、どこから戻れるんや。どこから戻れるんや。あ、こっから？あ、オッケーオッケー、帰れる帰れる。ふぅ、帰ってきたぜ、トキワシティ。はい、オッケー。君はトレーナーじゃないね。じゃ、さっきまで封鎖されてたこっち行ってみましょう。お得な掲示板、二つ目のコントローラーを一回振ると、一回、ん、間違えた、サポートトレーナーが現れます。二人で冒険を楽しもう。サポートトレーナー、ここは2番道路、トキワシティからニビシティへ進んでいきましょう。キャタピー、ヘイキャタピー。さ、おお、なに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 、めっちゃ動くやん。キャタピーってそんな素早いん、マジで。え、なになに、あんまり時間かかりすぎてもなんか攻撃してくるってこと？いやー、ダメだー、減ってくは。おっしゃ、グレイト、いいね。なんかこのどんな強いポケモンでも戦闘せずにゲットできるっていうのはいいね。まあ、私のこの手腕にかかっとるわけやけど。お、ポップがレベルアップ、レベル7。そしてキャタピーのデータ。キャタピー、芋虫ポケモン。頭の先にある触覚に触れると強烈な匂いを出して身を守ろうとする。ちょっとこのポケモンボックスというやつを開きたいんやけど、ポケモンボックス、
どれ？ポケ、あ、これか。ポケモンボックス、これからなんか入れ替えたりとかできるんかな？手持ちポケモン。あ、この手持ちと入れ替えれるね。じゃ、とりあえずさ、私、マダツバミ2匹、手持ちの方におるけん。これちょっと手持ちから外して、鬼スズメを連れて行きたいかな。手持ちに入れる。オッケー。で、これで、これでやっていきましょう。やっぱり同じポケモン2匹連れとるよりは違うポケモン連れときたいよね。へぇ、なになになに？なんかめっちゃ今声せんかった。ここはキャタピーとマダツボミだけかな。よし、行こう。ポケモンのタイプと同じタイプの技を使うと威力が上がって強いのよ。なんか初期のポケモンこうなんか間にね、休憩所みたいな、石所というか、なんかそんな感じのがあったよね。常盤の森へ行くの？森は天然の迷路よ。迷わないよう気をつけて。うわぁ、絶対、超気をつけよう。めっちゃ気をつけよう。常盤の森。いっぱいポケモンが出てきそうだな。お得な掲示板。ポケモンを捕まえると手持ちのポケモンは経験値をもらえます。大きいポケモンを捕まえれば経験値もたくさん。小さくてもたくさん。結局たくさんってことやね。ビードルー。あ、野生のビードルが飛び出してきた。木の実はバッグから選んで使います。あ、そういう感じ。よし、け、今のはどうやったん？気分かったけど大丈夫？お、あー、出てきた。ですよね、惜しい。あとちょっとのところだったのに。あ、いけ。おう、グレート。オッケー。あれが出てきたらもう捕まえれるってことかな。よしよし、ビードルを捕まえた。イエーイ。イーブイレベル9。次の町までにレベル10までいきそうな感じするね。レベル上がるの早いな。ニドラメスは新しく毒針を覚えた。イエーイ。ビードル、ケムシポケモン。頭に鋭い針を持つ。森や草地の茂みに隠れ、ひたすら葉っぱを食べている。はい、そしてポケモンボックスにしまわれていく。トレーナーめっちゃおることない。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、なにこれ。え、違うんやって。え、ビッグ？大きい？それは何か関係があるんかな？だってさ、虫取り大会なわけじゃないやん。あの、なんか初期のポケモン、今のポケモンがどうかちょっといまいちわからんけど、虫取り大会あったやん、ポケモンで。そういうのじゃないけど、なんか関係あるんかな？なんかボーナスとかいろいろあるってこと？経験値の差とか。あ、そっか、大きい方がなんか経験値多いみたいな。ビードルで経験値108はすげえ。そういうことか。ほら、みんなレベルアップしたもん。まだつぼみ巻きつく覚えた。とりあえずなんかみんな進化させたいよね。やべえ。やべえ。レベルアップが止まらない。素晴らしき。ちゃんとこれあれなんやね。こう、あ、高さ XL やって、こういうデカさとかが、いろいろあるのか。ことはあのまだつぼみもでかいんだね。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしておこうかな。入り口で。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、私はこの常盤の森を迷わずに抜けていくことができるのか。そしてここでもたくさんのポケモンを捕まえていこう。